完成した米倉山太陽光発電所。画像の太陽光発電パネルの範囲の出力は7 0 0ットで、発電所全体の出力1万キロワット中の約7%に過ぎない。米倉山太陽光発電所は、山梨県甲府市にある東京電力の太陽光発電所である。山梨県企業局が土地の提供及び普及啓発活動を行う。一方で、 東京電力が施設の建設、運営を行う共同実施である。建設中の米、倉山太志横発電所南西方向を望む、パネル取付前の状態南東方向を望む、北西端パネル西を望む、蒸気3画像とも2011年6月14日、撮影。いずれも、全体計画の10分の1程度の範囲の写真である。 バブル景気に山梨県土地開発公社が甲府盆地南部のソネ丘陵にある米倉山一帯を造成、開発しようとしたが、バブル崩壊により開発は中止され、以後さらちのまま放置されていた。その後山梨県土地開発公社の経営が悪化したことから健全化の一環として、米倉さんの造成地を買収し県の管理下の元新たな活用を模索していた。 2009年1月に東京電力は山梨県と共同で米倉山造製、出力を1万キロワットのメガソーラーとし、当初計画では2010年に着工、2011年度中に一部運転開始、2013年度中に全面運転開始する予定であったが、工事方法の見直しにより2012年1月の全面運転開始に計画が前倒しされ、 2012年1月27日に営業運転が開始された。発電所稼働に合わせて発電所敷地内には山梨県管理による太陽光発電等 PR 施設が発電稼働翌日の2012年1月28日に開館した。山梨県管理による PR 施設夢ソーラー館山梨夢ソーラー館山梨では 太陽光発電と山梨のエネルギーをテーマとした展示を行っている。実際にエネルギーの自給自足による CO2 ゼロ運営を実証実験できる発電設備として太陽光発電及び雨水を利用した小水力発電、エネルギー貯蔵としての燃料電池等が展示されており、説明だけではなく体感的に再生可能エネルギーや次世代エネルギーに ついて学習ができるように工夫されている。また、広大な敷地の一部には発電所を周回する歩道が設けられ、発電パネルを見下ろす展望台が設置されている。ありがとうございます。